回、57回。どうも、中山きんに君です。じゃあ、今日で5日目。今日は何をするのかな。またバックですかね。S 字バックやりそうだな。頑張ってやってきます。どうぞ。はい、今日は1時間目 S 字バックとクランクバックやらせていただきました。あと重列も体験でやりましたね。重列は意外とうまいこと言った。S 字バック、クランクバックも今日の教官さんがなんか走り方がまた上手だったですね。うまくいきました。なぜかわからないけど駐車バックだけ難しいですね。まあ角度が足りないっていうね。なんか足りなくなっちゃうんだよな。2次元目も頑張って駐車バックをマスターしたいと思います。どうも、2次元目終わりました。今日はいろいろきっかけがつかめましたね。 S 字バックとクランクバックやったせいか結構うまく入れた。駐車バックも最後に何回かやらせてもらったんですけど結構ね綺麗に入れましたね。なんかきっかけが分かった気がします。今日の先生結構実践的な教え方をしていただけたんで今後の役に立つようなね。基礎から学んで実践、今日実践みたいな実践で使える教習を受けてきました。残りあと3日か。これを忘れずに頑張って卒検受かるようにやっていきたいと思います。じゃあ以上、くまとらチャンネルでした。お疲れ様です。